身長美容、医師、学科、整形外科専門医、身長成功と田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長を伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日なんですが、身長先生のチャンネルの今までの企画の中で最も危ない企画っていうところで、最も危ないゲストをね、用意させていただきました。ということで、ぜひお入りいただきましょうということで。こんにちは先生、よろしくお願いします。こんにちはってことで、もう偉い人が来ましたよってことで、ダイヤモンド今井先生ってことで、まあ、有名な先生でご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、ぜひこちら来ていただいてると思うんで。先生、この白衣なんすか？これね、先生、まずね、僕の体をちょっと見ていただきたいんですけど、はい、これなんすか？これね、ムキムキじゃクリスチャン・ロナウドじゃないですか、これ。そうなんですよ、はい、和製クリロナをイメージして、はい、ムキムキのシックスパッククリスチャン・ロナウドだと思って、はい、でも筋トレするの大変じゃないですか。そうですね。っていうことで、脂肪吸引で460万買いました。460万けど460万円で車買うよりは安い感じもしますけどね。考え方ですね、これ。そうですよね。安いといえば安いし、なんかコストが悪いといえばコストが悪いんですけど、そうですよ。でも一生持つらしいんですよ、先生。ああ、すごいいいじゃないですか。さすがですってことでね、ダイヤモンド今井先生です。どうもです。日本で一番ですね、セラミックの花、セラミックの資料やっていて、大体先生何年ぐらいやってるんですか、年間で？年間で5000本ぐらい、すごいっすね、セラミックにしてるんですけども、これ多分ね、まあ測定してないんですよ、おそらくも僕は世界一と。あ、そうですよね。世界で、日本じゃないですよ、世界一ですよ。いや、多分ね、僕よりやってる人いないんじゃないかなと。そうですよね。いうぐらい。っていうところで、今井先生はですね、本当に見た目のルッキングがですね、超スーパー激しいんですけど、本当にいわゆる天才のお医者さんということで、ぜひ今日お話しさせてください。ありがとうございます。今日こちらの方持っていただきました。バーキン買うなら、公共するなら、子供の身長を買わずに前ばかりってことで長いね。いや、もう長いですねってことで。そうですね。はい。この辺りが麻生先生ゾーンですもんね。そうです。ここが麻生先生です。麻生先生だけにね、コラボさせていただいて、それもぜひご覧ください。その動画見ていただいて、今井先生がご連絡いただいて、ぜひコラボってところ。まずちょっと身長のことについてお話しさせていただいて、後ほどですね、先生の方ですね、この前歯の話をぜひさせていただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。ぜひ皆さんね、前歯買ってください。はい、ということでですね、今井先生とね、ちょっと対談の方させていただきたいと思います。私のチャンネル、比較的ですね、真面目なチャンネルですね。本当に今までこんなトーンで喋ったことないっていう感じで、急に場が明るくなったっていう感じですね。まあ、うちのクリニックも本当に急に明るくなった。やっぱ今井先生みたいにですね、才能のある方、場の空気を一緒にして変えるんだなと思って、改めて勉強になりまして、やっぱりこういうエネルギーってすごく大事だなと思いました。ぜひね、身長についてお話しさせていただきます。先生、身長高いですよね。176。あ、もっと高く見えますね。細いからかちょっと高めには言われますけど。そうです。僕敵180ぐらいだと思ってました。いやー、欲しいですかっていう感じですよね。はい。どうですか、先生はお父さんとお母さんの身長は何歳だったんですか？父親が170ぐらいで、母親は多分156とかなんで。あ、じゃあかなり先生高く生まれたんですよね。そうですね。3兄弟いて、僕が一番高いんですよ。長男、長女、僕なんですけど、173、160で、僕だけちょっと高めぐらいの感じで。そうなんです。まあ確かに遺伝学的に言うと先生確かそれぐらいの数字なんで、先生がほとんど遺伝学上もマックスって感じですね。あ、そうなんですね。じゃあマックス取れたんですね。そうです。一応遺伝子上ですね、お父さんの身長とお母さんの身長足す13割る2で、プラスマイナス9が男性の変動値っていうふうに言われて、先生も言うと遺伝身長的に 169.5 なので、それでプラス9だとマックスが、先生の場合だと遺伝学上だと 178.5 がマックスなんで、ほぼほぼマックスってことです。やったぜ。最近どうですか、先生身長もっと高かったなと思うこともあると思うんですけど、なんかなりたかった身長とかってあります？いや、180いきたかったんですよね。そうですよね。まあ、実際ですね、まあ、確かに今井先生みたいなタイプが、まあ、仮にですね、子供の時に治療を受けるとちょうど 180cm を目指せるかなっていうような感じの内容になってくるかなと思うんですけど、身長高いってやっぱメリットって多いですよね。やっぱり単純にやっぱり映えるというか、いうのもあるかなと思うんですけども、大体でも日本人の男性の方って何センチぐらいが好ましいっていうか、なりたいなっていう人が多いんですかね。それです。私の YouTube なんですけど、まあ、過去にですね、まあ、何センチになりたいみたいな動画結構出してるんですけど、一番人気は175cmです。あ、そうなんですね。はい。へえ。がやっぱり現実的で目指しやすいんですかね。なるほど。一方で治療を受けるので一番目指すのが多いのが170cmの方が多いですね。へえ。やっぱそのいわゆる平均というか170の区切りがいたので、そこに向けてやっぱりそのしっかりお金をかけてでもいいから受けたいっていう人が一番多い気がします。もちろん180cmになるために受けるって子ももちろんいるんですけど、一番多い層は1 170センチ目標みたいな子が多いですね。まあ当たり前の話ですけど、低身長で自分ちょっとこのままだと大人なんて小さいのが嫌っていう人がやっぱり子供の頃に意識したりとか親が意識して、まあこうやってお金を投資して身長伸ばしていくっていう感じで170を目指すみたいな感じ、ね、そういうパターンが多いですね。あとはまあその、まあ、先生と私も同じだと思うんですけど、やっぱりその今審美の時代というか、はい、美しさの時代に入ってると思うので、そうですね、倍が重要なので、そうですね、で本当に今の時代とやっぱ170とかじゃなくて175とか180センチ目指す子も、多いです。そういう子に関して言うと、あの治療ってですね、成長ホルモンで毎日注射打っていう超高額な治療と、はい、あと栄養補充していくっていう治療と、はい、神経を遅らせるっていう治療があるんですけど、栄養補充するっていう方に関しては今いわゆるまあサプリメントでどんどん栄養補充していくんですけど、そういったのでやっぱりその180目指す子とかもすごく選ぶ方というか、あの、まあ、来た方ほとんど全員選びますね。やっぱりそのマイナスの要素がないので、成長ホルモンとかないとやっぱ少しこうコンプレックス寄りの願望というか、そういったのが強いかなって印象を受けますね。ただあの審美のしかも同じだと思うんですけど、やっぱり少しそのすごくお金持ちの方とかになってくると、はい、やっぱすごく180センチ目指すために成長ホルモンを2年3年打つという人も結構いらっしゃいます、ね、面白いな。具体的に先生治療方法としては、じゃあ今言っていただいた3つだと思うんですけども、何歳ぐらいの方がこう来院されることが多いんですか？一番相談のボリュームが多いのは正直15歳とか16歳とか17歳が一番多いんですけど、ただ治療効果が出ないんですね。なので私の方だと対象としては5から15歳が対象になってますね。5から15歳、はい、要するにもうちょっとある程度身長伸びたんだけど、はい、あれ足りねえぞってなって気づいて15、16歳で慌てちゃうみたいな方が結構多いんですよね。はい、だからそれだとやっぱ難しくて、あのよく受験で私例えるんですけど、はい、受験だとなんかその受験に受からなかったから塾行くみたいな、それだとちょっとさすがに難しくて、なるほど、やっぱその、ね、受験始まる前に来てもらわないと難しいと、そこがこう、まあ、身長治療の難しいところですね。ただ私もこういう結構一生懸命やってるので、だいぶ教育が進んできたという評価、結構早めに受診していたケースもなってくれてます、ね、そうですよね。まあ、先生のやっぱり YouTube 見て、あれこれやっぱり若いうちからね身長のことを意識しておかないとやばいんじゃないかなって、大体やっぱね両親の身長が例えば低かったりとかしたら、あれ子供絶対小さくなるんじゃないかと、ある程度親も予測つかずじゃないですか。だからそこら辺でなんか結構ね、親もなんか早いうちからこうなんかお金とかで時間をかけてやっていくっていう人が増えるといいですよね。間違いなく増えてる印象を受けますね。やっぱりそのかなり教育に近いと思うんですよ、私。子供に塾入れていい学校入れてあげるとか、歯のそれこそ矯正してあげるとかも結構そのある程度裕福なご家庭と結構定番になりつつあると思うんですけど、その一環におそらくなっていくんじゃないかとか、もうなりつつにあるかなって印象を受けますね。そうですよね。まあパッと見た感じの第一印象って大事だとよく言うじゃないですか、はい、やっぱ身長の高い低いっていうのも、やっぱりその方の印象づけることにね、すごく重要なポイントじゃないかなと思うので、はい、本当まさにその通りです。ズバリ先生、身長って例えば5歳から10歳ぐらいで、はい、まあ先生がこれがベストだろうっていうものをやったら何センチぐらい伸びるんですか？マックス10センチ。10センチ、はい、あ、それはでかいですね。なので160なる子は170ぐらいですね。これはもう文献上も示されてて、文献上正直もっと強いデータもあります。ただ実際私は実際に治療してると、まあ、マックス10ぐらいが現実的にマックスかなっていうところなので、170になる子は180ってことで人生だいぶ違うかなっていうところですね。いや違いますね。やっぱ180になったら人生違いますよね、はい、そうですね。その例えばその身長をまあなんて意図的にまあちょっとこう伸ばすっていう感じだと思うんですけど、はい、例えば運動機能とか体にその副作用みたいなのってないんですか？はい、ああそうですね。で成長ホルモン治療に関して言うと正直副作用は極めて少ないって印象になりますね。で私もかなりもちろん最初当初は心配もしたんですけど、まあ、かなり論文もいろいろ調べたりとかしていくと、まあ、副作用リスクが、まあまあ、もちろんゼロとは言わないですけども、かなり低い方かなっていうところで、実際私も今までやってて正直一例も副作用起きてないですね。へえ、じゃあもうかなり安全にできて、まあ身長もしっかり伸ばせるということですよね。そうですね。まあ今のところはまあ古代表現もよくないですけど、だけどまあそういった印象を受けてるのは事実です。へえ。でもなんか先生、その僕麻生先生の対談で思ったんですけど、もともと湘南に入られたんですか？その時は先生はもともと美容で入られたんですか？僕そもそも研修医の時に美容に行くか、今やって整形外科に行くかで悩んだんですね。でその時に究極の美しさって何だろうって考えたんです。究極の美しさって何だろうって考えた時に、その肉体的な美しさっていうのは非常に普遍的だなと思ったんですよ。細かい話なんですけど、例えば目が大きいとか鼻が高いとかって国によって結構いろいろと差があるじゃないですか。確かに。それに対してその整形外科的な美しさっていうのは普遍的だなと思って、よりその普遍的なものに触れたいっていうのが思ったのが最初の整形外科を選んでる理由なんですね。その後に正閉会でやってったら、みんな同じなんですけど、大学に一局にいると、これ一生キャリアアップしねえなと思うんです、正直言って。僕はそのキャリアアップとかそういうの大好きなので、医学博士とか専門医とかもう最短ですぐ取ったんですよ。で逆にそれ以上もう大学に取ることないなと思うし、だからそれこそ僕はそのオーナーシップを取りたかったっていうのがあったので、そうするとじゃあ開業したいんだけど、大学病院にいるとまあ変な話一生金たまらないし、そのビジネスとしてのそのスキルって全く身につかないし、これじゃあ俺いつも一生このまま俺医局に埋もれちゃうなと思って、でそこで何か新しいことしなくちゃいけないなと思って、で新しい治療を学ぼうと思って、でそれでその SBC を考えて、で相川先生、みんな同じと思うんですけど、やっぱ相川先生憧れるというか、相川先生めちゃくちゃ熱いですし、本当に勉強単位もすごく多いので、で相川先生行こうと思って、で最初もちろん整形科で入職することも考えたんですけど、ただ整形科もそのいっぱいだったんですよね。あ、そうだったんですね。そうそうです。でそれで美容ってことで、僕美容も好きだったので美容も学んでみようと思って学んだんだけど、結局すぐそのそういうふうにお声がかかって、タイミングですよね、やっぱりタイミングがかかって、で整形科のその院長のポジションがすぐ空いたので、それですぐそっちの方にシフトしてっていう感じで身長治療と、そこで明確に出会ったというわけですね。じゃあ先生としてはすごいいい流れで、湘南に入職して、ご自身が思ってた、やっぱり身長っていうのは普遍的な美しさのものだというところで、そこにもがっつりビジネスも含めて携われるっていうことだったと思うんですけどね。そうですね、そこに関してはすごく恵まれてたと思いますし、ただそこに対してそのなんていうか、どっちかというと相川先生の期待に応えたいって気持ちが一番強かったですね。素晴らしい。なのでやっぱりその時に相川先生がやってほしいというふうに言われたので、それを確かに私はキャリア的には全部できたので、一生懸命引き受けることをまず大前提として考えたっていう、その中で一生懸命やってる中で自然と患者さんが集まってきて、皆さん同じだと思うんですけど、そこはそういった気持ちです。でもなんかその美容の中で、僕もそう、歯科もそうですけど、整形外科とか高っていうか、そのやりづらさみたいなのがなかったんですか、だけの美容組織の中に。それはもちろんあったと思いますね、正直ですね。それはここで話せるのはよく分かんないですけどもね、やっぱりそのメインストリームではないってところってやっぱすごく難しくて、けどそれ今経営する立場になれば、経営する立場にならなくても分かってたことだけど、やっぱりそこにその重きが、いろんなものの重きが置かれるっていうのは当然なんで、それとすごくそのやりにくい部分ももちろんあったかなと思いますね。受診される方って具体的にどの治療を受ける方が多いんですか？大体10人ご覧いただくと、全く治療を受けないのが大体2人ぐらいですね。で残りの8人が大体内科手の治療を受けるってところで、そのうち 30% から 40% ぐらいが成長ホルモンとかいわゆる薬物介入までする人で、30% から 40% が栄養補充だけっていう感じで、残りの人は何も受けない 40%40%20% ぐらいかな。 40% 成長ホルモン、 40% サプリメントだけ、 20% 何もしないぐらい、大体こんな感じの確率ですかね。全部これは自費治療という形になるんですよね。そうです。私はそこも完全に、先生と同じですけども、もう見ない、保険は見ないと決めて、やっぱナンバーワンになりたかったんですよ、僕も。でナンバーワンになりたいって考えた時に、病気の治療してる人は日本中たくさんいらっしゃる。小児内分泌の専門医の先生見たらそれに該当するので、これナンバーになれないなと思って、ナンバーになるためっていうふうに考えた時に、病気じゃない人は誰も治療してないなと思って、じゃあこれだったら俺もナンバーワンになれるというか、それを名乗った時点で俺ナンバーワンなんだなと思って、それで決めたってところですね。先生同じお気持ちの部分もあったんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、やっぱりナンバーワンになるって非常に大事なことじゃないですか。でカテゴリーをどこに置くかっていうことで、やっぱ競合が多いところとか、もうキャリアを積まないた結果、なれるかなれないかっていうポジションやっぱ取らないようにしてて、最短でここだったら取れるだろうっていうところを狙っていくっていうところがすごく大事じゃないかなと。いや本当にその通り。僕まだその SBC 入職したばかりの子ですけど、先生に何が大事ですかって、先生に今日もお話しいただいて、選択と集中って単語を使われてて、その単語すごく私最初すごく意識したのを覚えてます。強者の戦略、弱者の戦略っていう有名なのがあると思う、ランチェスターのね戦略があると思う。まさにその通りで、選択と集中ってことで、私としてはそういった病気の人も見ないと、病気じゃないんだけど身長伸ばしたい人だけを見るというふうに決めたっていうのが、私の中ではものすごく大きな成長につながったかなと思います。結構それを最初意識するんだけども、なかなかやりきれるという人少なくて、先生はやっぱりこの分野でもう何年も突っ走ってらっしゃるので、そのやりきる勇気というかエネルギーがすごい大事じゃないかなというところだと思うんですけど、そういったのは本当に先生の背中を見てですね、育ったって。ありがとうございます。本当に動画見ていただいている方は分からないかもしれない。お医者さんの世界ですごく有名な先生で、本当にまず今井先生みたいになりたいと思ってみんな真似をすると。今井先生がなんか変なハマーかなんか作ってましたよね。あんな作ってて。をしてて、毎日前歯っていうのをあれを大阪中走らせるとかですね、それこそ今度なんか白衣着て裸で登場するともう意味わかんないところで、だけどなんかそういう風にしてる人がすごくうまくいってるってところで、我々もその刺激を求めてというかそういうのを真似してですね、ちょっと頑張ってやってみたりだとかもしてるのも事実になりますね。やっぱこう世の中って難しいところで、いわゆるその炎上と人気って表裏一体というか、本当そこってありますよね。ありますね、ありますね。私はちょっと新潮先生の方のチャンネルは結構クソ真面目やってるんですけど、まあその他の側面でいうと例えばちょっと少しおちゃらけてやったりとかしてるんですけど、あれはある意味意図的にやってる部分もあって、やっぱりああいう風にやった方が皆さん注目が集まるし、そもそも注目が集まらないと何もスタートしないですよね。そうですね。先生のそういったところの考えもぜひねお聞かせいただきたい。先生これ意図的にこれされてるんですよね。意図的にしてます。そうですよね。実際はこういうことやるキャラクターではないんですけども、やっぱ湘南に入った時に僕が入職した時で辞める時とかも300人とか400人ドクターがいたじゃないですか。その中でやっぱ存在感を出すにはまず見た目が大事で、一回やっぱり僕のことを見てもらったら一生忘れないっていうね。忘れないです。だからここにいらっしゃる方も僕のことはなんか例えば70歳80歳になってちょっと例えば地方が始まっちゃったとしても親の顔忘れたとしても僕の顔忘れないぞっていうぐらい1回あっただけでインパクトを残すってことをまず知ってもらうってことが大事じゃないかなと思って、そういう活動をしてますけどね。それを常に意識してますね。そうですよね。本当先生ってお話しすればすることでただの真面目な先生なんですね。なるほど。本当につくづく感じですけど、だからそこら辺はキャラクターとしてそういうことされてるなとよく思います。そうですね。ちょっと身長のことが脱線しちゃったんですけど、身長に関して例えば何かありますか？これね、僕ね1個だけちょっとね聞きたかったんですけど、僕今ね49歳なんですよ、今から180になれるかなと思って。この質問いいですね。結局この質問多いので、ここで答えたいと思うので、方法はありますよ。それはいわゆる論法って最近呼ばれたりだとか、イリザロフとかなんとなく単語聞いたことあると思うんですけど、いわゆる足の骨を折って身長を伸ばすっていう作業ですので、これ理論上は全然できて、ちょっとすごく語弊があるんですけど、整形外科のお医者さんとしてはそんなに難しくないんですよ、主義的には。正直言ってそんな難しくなくて、それでもなんか普及しないっていうのはやっぱり簡単なんだけどなんか副作用が多いっていうのが、それが難しいところで、そこだけですね正直。あとはリハビリの期間が長すぎてそれでみんな嫌なんでしょうね、おそらく。なるほどね。ただ実際世界中見渡すとやってますね。例えばラスベガスの先生とかだと大体最低価格が1000万ぐらいかなと思います。1000万から1500万ぐらいが相場かなと。あとアルメニアとか。アルメニア。過去に私の動画でもお医者さんの方なんですけど、アルメニアで実際に身長飛ばしたというお医者さんも過去の対談動画でできなくはないですよという説明ですね。ただ現状としてはどうなんですかね。おすすめされるかって言われると現状は分かんないですね。だけどそれも本当の何でもその治療のやっぱエキスパートに相談すると意外といけちゃうのかもしれないですけど、先生の性格だともしかしたらやりかねないかもしれないですね、最後に。いやーなんかね注目浴びるじゃないですか。50歳手前にしてまだ身長伸ばす気なんだっていう、そこがちょっと面白いかなと思って。いやまあ確かに私のチャンネルだとその話なかなかしない、ちょうど良かったかなと思うんです。手術して伸ばすという選択肢一応なくはないです。で例えば最近だと面白いのがトルコの病院だったかな。トルコの病院がうちにセミオーナーみたいなあれが来ましたね。そのオファーが来ましたね。結局うちから患者さん送ってくるとうちにバックがあるよっていう、それでいいんだと思うんですけど、そういったのもあったりとかして、これが世界中とやっぱある一定層はやってらっしゃるってところだと思いますね。最大10センチぐらいですね大体ね。そういうことなんでできなくはないですけど結構大変かなってところで。そうですよね。例えば社会から一回離脱して復帰するまでの期間が結構な時間ありますので相当長いです。大体ざっくり1年ぐらい見込むといいんじゃないかなと。うちの病院でも例えば過去にそういったので海外で受けてうちでリハビリ受けたいとかそういった相談も何度も受けてます。でもすごく難しいんですけどいろいろとですね、例えば保険が通るか通らないかって話になってくると、海外でそういうふうにいわゆる美容整形に該当するので、美容整形受けたものをそれを日本の保険でリハビリするとちょっとおかしくなっちゃうじゃないですか。なのでそれは一応保険社会保険に問い合わせするとやっぱダメって言われて、それ自費やってくださいって。だけど患者さん大体ですね保険通したいっていう。なるほど。これすごく難しくて、例えば美容整形で鼻が壊死したとするじゃないですか。それけど普通保険通して皆さん大学病院受診しますよね。それってすごく私としてはグレーだなと思って。なるほどなるほど。すごく難しいところ。例えばそういったので手術してないかトラブルがあったら多分日本でも保険当社と怒られないんですよ。だけどトラブルがないでただリハビリするだけだと怒られちゃうってところで、そういう自費診療と保険診療のその難しい部分もありますね。なるほどね。成長ホルモンを打ってもダメか。大人はダメです。5倍量ぐらい打とうかなと思ってた今日。いやダメなんです。買って帰ろうかなと思ったんですけどダメです。っていうような感じで、大人の人はね、手術って選択肢ありますけど、私の方がね、強く推奨する内容ではないかなと皆さんにご理解いただけると。ちょっとじゃあこれぐらいでちょっと長くなりましたので終わりたいと思います。後ほどまた今井先生のチャンネルでお話しさせていただいて、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。